ね。あの新聞読んでる人かっこよくないね。ああ、うん、今日も世界一かわいいな。うん。あっぷね、目が合うとこだった。高瀬はじめ、25歳、目立ち製作所勤務。朝8時14分、西武有楽町線新木場行き8両目。昼は他弁、牛丼屋、マクドナルドのローテーション。22時頃、残業を終えて帰路に着く。最寄り駅近くのコンビニに必ず寄る。シャワーを浴びてからコンビニで買った缶ビールを開けてパソコンをつける。午前2時就寝。彼女なし。ありていに言えば、俺吉野王子はストーカーです。フィフスアベニュープレゼンツ、秀吉子原作、ヤサ男とサディスティック。お待たせいたしました。ブレンドコーヒーでございます。あ、どうも。ごゆっくりどうぞ。高瀬の今日のお昼はマクドナルドね。向かいの喫茶店からでもよく見えるわ。わあ、今日寝癖ついてんじゃん。宇宙一ミラクルかわいい。おいおいおい、誰だよあのブス。なんか高瀬も嬉しそうにしてるし。あ、すいません。いいえ。あの、会計。ありがとうございます。320円でございます。ありがとうございました。あいつ。いらっしゃいませ、マクドナルドへようこそ。高瀬がいた席はいない。クソ、ドリンクのゴミしかないか。高瀬が飲んだストロー。よし、ゲット。何あいつ、今ストロー取った？じゃあ今日も寝る前にコレクション整理するか。今日の戦利品はストロー。保存完了。ああ、高瀬今日も可愛かった。でもお昼にマクドナルドで女に話しかけられて笑ってたな。ああ、高瀬をひっぺがしてチンコ舐め回したい。ネクタイよし、メガネよし、変装完了。じゃ、行くか。マクドナルドランチセット、お待たせいたしました。ごゆっくりどうぞ。高瀬さんは…あ、いた。来た。来た。あ、やだ、服に。すみません、俺がよそ見してて。大丈夫ですか？あ、ちょっと飲み物が…でも…クリーニング代をお支払いします。連絡先を教えてください。
も、連絡先を。あの子来ないな。昨日は今日もここでって言ってたけど、はあ、すっぽかされたか。いっつもこんなだな俺。話がつまんないのか。このまま一生一人だったらどうしよう。両思いを知らずに死ぬとか。やべ、落ち込んできた。ちょっといいですか？ん？誰だ、この人。食事すごく美味しかった。ごちそうさまです。今日は本当に楽しかった。僕も。またね。連絡待ってますね。疲れた。また高くついたな。もう二度と会うか、バカ女どもめ。今9時か。高瀬もう家に着いてる頃だな。高瀬の部屋カーテンぴっちり閉まってんな。今日はバカ女の相手で疲れたから、チラッとでも顔見たかったけど。帰るべ。動くな。あの人の言った通りだ。なんだよお前、なんだよ俺の。お前。やばい、バレた。よしの。違う。違くねえだろ。もしのだろお前、高校の時の。違います、人違いです。お前なんで。なんか変だと思ってたんだ。お前の嫌がらせだったのか。どんだけ俺のこと嫌いなんだよ。違う。何が違うんだよ。人の人生をおもちゃにして楽しいのかよ。頭おかしいだろ。何なんだよお前。違う。なんでこんな。なんだった。高校の頃、きっかけは記憶にもない。きっと他愛もないことだった。例えば暇だったとか、天気が悪かったとか。ちょっと待ってって。追い詰めろ。おい吉野、高瀬のやつそっち行ったさ。トイレ、トイレに追い込め。おいおめえ逃げてんじゃねえよ高瀬。おい高瀬のズボン脱がせろ脱がせろ。やめ、そっち押さえろ。やめろやめろって。暴れない方がいいよ高瀬くん。やめろよ。やめるよ。だって。おい吉野、ズボン脱いだとこ写真撮れ写真。へい。やだ吉野。吉野どうした。いや早く撮れって。その写真を俺がばらまいたりなんだりすることはなかった。仲間内でコピーをせがまれたけど、のらりくらりかわした。だって俺は誰にも。こんな何年も経ってまで俺吉野になんかした。何が気に食わないんだよ。違う違う違うって、さっきから何が違うんだよ。言えよ。
誰にも渡したくなかった。なんだよ、土下座なんて。ごめんなさい。好きです。え、な、何言ってんの。ごめんなさい。高校の時のことは俺がバカでした。謝ります。ごめんなさい。本当にすみませんでした。あとのことはお前が好きでやった。あんまり見られと心臓がは、ずっと一方的に高瀬を見てるだけだったから、そんな風に見ないで。叫んだよ。何も反省しないだろお前。絶対許さないからだ。してます、してます。何でもします。付き合ってください。開き直るな。帰る。付き合ってください。帰る。今日も駅前で犬が待っている。おかえり高瀬。駅で待ち伏せするの、いい加減にしてくれないか。犬っていうのは正確には開き直った俺のストーカーだ。今日は喋ってくれるんだ。迷惑なんだよ毎日毎日。会社はどうだった。関係ないだろ。だいたい吉野、仕事は。え、ないけど。は、働いてないの。親が不動産持ってるから。帰れよ。こんなに腹の立つ人間がこの世にいるものなのか。ただいま。吉野のやつ、向かいの道路にまだいる。高校時代、俺は吉野を含むたちの悪い連中にいじめられていた。おもちゃにされていたと言った方が近いか。